で、まあ、またこれスライドなんですけど、これは広田先生の顔ですね。うん、これ見ると全部で12本入ってるんですけども、お顔の、眉毛、また、まあ、目の周りとか頬ラインですね。まあ、次のスライドなんかを見ると分かりますけど、眉毛のところだったり、顎の下のところの筋肉ですね。後頸筋と言われるところだったり、顎二腹筋って言われている筋肉の走っている走行を考えて、そこの下から上に刺しますだとか、眉毛のところにある周尾筋っていう筋肉を、まあ、シワに対して垂直に刺しますよとか、そういうふうに説明しました。これ皆さん食い入るように見てました。マリオネットライン、頬のラインだとか、あとほうれい線だとか、我々は直接刺さないんです。他の治療院ではね、どうですかね、結構気にして。そうですね。シワに打つっていうところも多いと思うんですけど、シワって結果論だっていうのが私たちの考え方で、そのシワを作ってる原因って私のスライドでもたくさんご紹介しましたけど、多岐にわたるんですけど、その原因になってるところに打つっていうイメージですね。筋肉のこわばった拘縮をほぐすっていうことで考えて、筋肉、まあ、体、顔を作る部分に向けて治療をするということを心がけてやっています。それが私たちの、まあ、治療ですよって説明でした。まあ、針ばかり刺すんじゃなくて、先ほど言った低針のやり方についてもなんですけど、これは刺さない、滑らせるというやり方ですので、あくまで顔の全体にも張り巡らされているリンパ、血管もそうですけど、リンパ管の中にあるリンパ液の流れも流していたりとか、また伴走一緒に走っている血管の血液の流れ、血行も良くしましょうということで、こすらないで、あくまで優しく滑らせるということですね。これ強くこすっちゃうとダメなんですよね。そうですね。それ自体が、まあ、シミの原因になったりということもありますね。だから何にしてもご自分でやられるマッサージの時もギュギュやると、よくしようと思ってるのにかえってシミが濃くなったり、かえってシワを作る原因になったりということがあります。でもう一つ大事なのが黄金比っていうやつ、考え方なんですけど、美の黄金比ってやつですよね。まあ、これは顔だけに限らずいろんなものの黄金比と同じなんですけど、やっぱり美しく見える比率っていうのがあって、例えばもう全部シワがなくてこうやって引っ張り上げれば美しいかっていうと、そういうものではないので、やっぱり盛り上がるべきところは盛り上がって、へこむところはへこんでいてっていうような、それをイメージしながら、こう低身とかでも盛り上がるところは盛り上がってっていうようなイメージで、ここはへこんでっていうようなイメージで形を作っていくっていうような動かし方になってくると思います。作って整えていくっていう感じですよね。黄金比に収めていくっていう、黄金比って難しくて1対 1.618 という、もう決まった、もうエジプトの時代から決まった数値なんだそうで、ピラミッドの形もニケのとかミロのヴィーナスとか、そういうものをみんなそういう黄金比で決められてるそうなんですよね。だからそういうのを作っていくっていうこと自体、非常に皆さんにとっては新鮮な感じを受けたようです。まあ、あの後もいろいろと質問を受けまして、針に対しての興味も、お医者さんもね、また他の業種の人たちもすごく興味持ってくれて、すごくいい、まあ、皆さんにとっては好評の発表になったというふうに言われてますね。本当に質問であったのが、どれぐらい持ちますかっていうようなお話が一つありました。だいたい何も文献には書いてないんですよね。はい、書いてないですね。はっきり皆さんも言えないところでもありますけどね。私たちとしては持ちますというのは、一緒に持たせるような形のその工夫、そうですね、持ちがいいように全身の治療をするとか、そういうことになってきますけど、魔法ではないんで、一緒に一回やればいいというものではない、はい、老化は日々起こるので、それにいかに拮抗するかっていうので、回数は人によって違うと思いますけど、
続けてやってらっしゃる方だとうちの場合多いのは2週間に1回くらいとか、はい、そうですね、そうですね、はい、が多いかもしれないですね、うんうん。まあ、一つだけちょっと私実際の臨床効果のその、まあ、効果としてというか実感なんですけど、やはり顔の治療をすると肩とか首のこりもまた緩んだりすることがあります。そう、うん、それはそう思います、はい、うん、だから肩こりがある人たちに顔と頭とかに一緒に先に治療してあげてから肩をやると少し私たちの仕事量が減る気がします、うんうん、だから顔だけで来たつもりが全身が楽になって喜ばれるって方が結構いるので、うんうんうん、私たちも大事なメニューに、ね、しています。そうですね、うちは顔だけっていうのはやらないので、うん、全身の治療を必ずやってからお顔をやるので、そうすると本当にトータルで綺麗に、綺麗に美しく元気になられて帰られる、はいはい、油細菌は顔だけでなく全身の治療を目的として皆様の美をお届けしておりますそれでいいのということで、はい、私たちのこちらの学会での顔隠れてるって、はい、更年期と加齢のヘルスケア学会の、女性の医療と精神の多職種連携を受けてハリキュー氏は私たちが初めてハリキュー氏として発表させていただいた演題について説明いたしました。はい、はい、それではまた、さよなら。さよなら。